勝利おめでとうございます。今日の試合の振り返りの方をお願いいたします。まあ、今までの試合チームにみんなに助けてもらってたんですけど、今回の試合はまあ少しは自分が点決めて勝てて恩返しはできたかなと思っています。次の試合の意気込みの方をお願いいたします。次はサンフレッチェ広島で結構見てるとハードワークとかしてたんで、自分たちもそれに負けないようにやって、最後は自分が決めきるっていう気持ちを持ってやっていきたいと思います。ありがとうございました。